資本主義っていうと普通みんなある種の経済的なね営みのことを考えるわけですけれども、それが少し広いコンテキストで考えられるようになったのは、現代思想とか哲学とかの領域だとドゥールズ語りがさ、昔アンチ・オイディプスで資本主義と精神分析って本を書いた時にね、これが資本主義の話かって思うような話が書いてあるわけですよ。あれ面白いっちゃ面白いんですよ。だけど何言ってんのかよくわからないってところもあるわけ。あれもねやっちゃうと欲望機械だよねって。でもそれじゃ資本主義よりわからんじゃん、結局だから何か重要な問題があるけれど答えなくても済むようになってしまってるんですね。だから僕はちゃんと考えなきゃいけないっていう思いまして、あのやってるんですけど、一つのね鍵はね、例えばある男が女と一緒にレストランに行って、店の人に2人分のテーブルを用意してくれっていうところを間違って2人分のベッドルームをと、テーブルっていうのは表向きの理由で隠れてるものがベッドルームだって普通みんな持っちゃうんですよね。でもそうじゃないんだ、みんな隠れてる以上どっかにあるだろうと思うわけだけど、実は表に出てるものこそ一番隠れている、盗まれた手紙の話みたいにね、つまりこれが表かもしれないって思わせる、これこそ隠されてることなんですよ。だから本当に隠れている真の欲望はこの世界について本来それを把握したりできませんと、なんせすごく膨大だし、ね、今この瞬間中国の北京で何が起きてるかなんて我々は知る由もないみたいにして世界を捉えられないんだけど、でもなんか人はそれぞれね勝手にこう中国ってのはこういうものだよとか、でそれは何なのかっていう時にリップマンがですね、いや人間はねみんな疑似環境っていうのを頭の中に作ってて、本当の環境はそのままだとね我々の能力からしても捉えられないけど、でも毎日生きていく必要もあるから世界ってこんなもんじゃんっていう粗雑かもしれないけどモデルを作っていて、で問題はこの疑似環境が不適切な状態の人が増えちゃうと集合としてのパブリックオピニオンっていうのがなんか変な方に行って、キーワードはやっぱ具体的普遍っていうもので、片や深く細かいところに行っちゃうか、めちゃめちゃ広く浅いところに行っちゃうかっていうのは二極化していって、まあ、大沢さんの方法論的にそういう二者択一はそもそも取らないと、元はねこの近代編のですね2の前書きにもあるんですけど、まあ、ヘーゲルの具体的普遍、具体性の中に普遍への契機が含まれているというふうに物事を見ると、この例は例えば古代編の一番最初にホメロスがなんで面白いのかっていう、ところから狭く深くか広く浅くかじゃなくて具体性の中の普遍、具体的普遍を見るっていう方法論が大沢さんにあるっていうふうにちょっとイメージしていただくと、サッカーほど世界中に人気のあるスポーツはないのに、なんでアメリカ人はサッカーに熱が入らないんだろうかって、理由は簡単ですよね。アメリカ人にはサッカーの代わりにアメリカンフットボールがあるからなんですけれども、これ面白いと思うのはね、アメリカンフットボールはサッカーではないと単純に言っちゃいけないんですよ。アメリカンフットボールはね普通のサッカー以上のサッカーだってことに気づくことが重要なわけ。というのはどういうことかっていうとね、アメフトに変わるわけ、そうするとねアメフトはねあるいはバスケットボールはね考えのうちは普通のサッカー以上にサッカーなんですよ。サッカーの概念を完璧に現実化してるわけ。そうするともはやサッカーじゃないわけです、というのが具体的普遍の実例なんですよ。概念が完璧に現実化すると、その時に概念そのものが転換するっていう。